勝が見えました。さあ、力強い応援のリードをしてくれたライトスタンドのソローズバーの前にも、さあ今到着しました。ココメーターもね、大きく皆さん作ってくれて、そのココメーター応援ボードを持って声援を送ってくださいました。さあ、超気持ちいい勝利の感動を一本締めで締めましょう。
ではね、ホーム8試合ありますし、まだまだありますので、ぜひ皆さん引き続き熊本勢の声援、そしてまた神宮球場に応援しに来てください。今日もみんなナイス応援どうもありがとう。今日もつば九郎エンタのつまみパッション、そしてスパークルス、そして僕バトル球でお送りしました。また神宮でお会いしましょう。